本日のクリード動画、7月の11日、月曜日、明日は定休日ですよ、編。明日は展示会ですよ、編。ということで、今日、今、11時前ですけども、今日の夜中の2時出発で、車で東京に向かいます。今回の展示会遠足メンバーは、ハーデストマガジン編集長、そしてハーデストのカメラマン、パパン君。これはまあ別件でハーデストの取材が横浜であるということで、一緒に交通で浮かしていきます。ほんで、あとはグリードからガッツ、グリード名古屋から店長の森下。で、あとは、あれですね。あさってルーラーの展示会があるんですけども、水曜日に。ルーラーの展示会にいつも同行する三重県の重鎮ショップスノットの、しかも重鎮、と、まあ、重鎮のウッチー君と一緒に東京行きます。まあマスターピースのごっちゃん、夕方、昼ぐらいですかね、電話買ってきて、一緒に行きたいなって言ってたんですけど、電話かかってこないで多分行かないんでしょうね。ということで、メンバー、今回はそれで東京に向かいます。明日はまた、富士山が見えるといいなっていう。前のね、これナムの T シャツですね。前の、東京行った時に富士川インターで一眼レフカメラ忘れちゃったんで、まああったんですけど、今回また富士山でこの動画を撮ってて浮かれて忘れないように頑張っていきます。明日はグリード定休日です。明後日水曜日また1時から、まあ、僕とガッツは奈良にはいなくて東京にいるんですけども、また1時からオープン奈良はしてますんで、よろしくお願いします。以上、本日のクリード動画でした。また、東京着くまでに面白いことがあれば、動画撮りたいと思います。以上、ありがとうございました。